健康ドカーン。やってまいりました、健康ドカーン。いよいよね、はい、何週間ぶり、何週スタジオでやるの、2週間ぶりぐらいですか、ね、2週間ぶりかね。たまにこのぐらいね、ため撮りしといてもいいかもしれないですね。ね、はい、うん、その方がいいですよね。ね、うん、畑に行ってもネタ切れしちゃうからね。畑ではね、もう通常の話し方しかできないからね、うん、やっぱこうちょっと仕掛けが必要かもしれないですね。そうだね、うん、何にも考えないでここで始められるっていうのもいいかもしれないですけどね。仕掛けっていうよりこう、なんか人参がさ、はい、ひょこ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 飛んでくるとかね、そういう面白そうなんだ。ちょっと意味が分かんないですけどね。人参が、ね、ジャンプする、トントントンジャンプして人参がショコショコ飛んでくるってどういうことですか。ジャンプしてね、元気よくね、はい、まあいいじゃんそういうことだね。ちょっともう一回最初からやりますか。ちょっとね、はい、影ができちゃってるのね。影できてんの、うん、影できてる、はい、あ、できてないか、こいつできてないです。まあいいね、Yes. もう一回いきますか、最初からね。じゃあ、はい、健康ドカーン。お久しぶりです。久しぶりです、ね、久しぶりです、2週間ぶりですかね。2週間か、3週間じゃない、3週間、畑でお会いした日そうです、日ですね。そうですね、ね、はい、どうですか、最近畑の方は。畑はね、はい、今畝、今日畝作ったんだよね、昨日。畝っちゃってるんですね。畝っちゃってる、うん、高く、うん、畝っちゃってるから大変です、これ。高く畝っちゃってて大変。大変、作るに。あ、作るにね。あ、土をこう、土をね、盛るから。うん、盛る、うん。うん。やっぱね、高く盛った方が、はい、うまい野菜できるね。あ、そういうもんなんですか。要するに空気がどんどん入ってくる。あ、生き物だから。最近雨降って、あ、降ってましたね、先週ね。降ってたしね、うん、どうですか、雨降るとやはり高くしてさ、高くそれで、はい、降った雨が外に出るように、うん、あれ本当に下にドーッと入っていかなきゃいけないんだけど、横に出た方がいいってことですか。いや、下に降った雨は必ず下へ近い、もう下にこう染み込んで横から空気を入れる、空気に入る。あ、なるほど。溜まっちゃいけないんだよね。ところが、今までのやつは、はい、溜まってたわけ、出なくて。ああ、水が溜まっちゃって、染み慣れて、うん、どっかに溜まっちゃってた、下に溜まっちゃうわけ。ダメですね、それ。ダメです、腐っちゃう。腐ります。あ、特に人参の場合は、はい、根腐れしちゃう。それはまずいですね。まずい。それと、うん、空気が欲しいのに、はい、水ばっか入っちゃってさ、はい、その水が入っちゃって、はい、それで息できないようになっちゃってるの。要するに首絞めてる状態、窒息しちゃってる。窒息してる。なんでダメかっていうと、うん、土の中の生き物にそれを作らせるから。あ、その染み込まなかった原因は何なんですか。耕し硬いんだね。耕し方がダメだったってことですか。いや、これはもう ほとんど耕さないから。あ、そうなんですか。今までそういうこと話さなかったんだけど、はい、炭素っていうのは植物の中の、はい、木の中には炭素が入ってるわけだよね、燃えるもの。あ、燃えるもんね。燃しちゃったらダメなんだけども、うんうん、それを、うん、微生物が取ることによって、はい、微生物自体が元気になる。微生物がその炭素を食べちゃうってこと。食べる。そう、食べることによって。そう、どうなるんですか。分解、その木の枝とか雑草を分解してみれるわけだよ、うんうんうん、ね、食べることによって土が肥えるっていうんですか。肥えてくるってよりもその中には、はい、ミネラル分をどん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 運んでくれるわけ、微生物が。へー。野菜に与える必要なものとか、おうおう、うん、そのものを微生物が人間の代わりにやってくれるわけ。生き物だからさ。生き物だから人間もそうなんだけども、水はけが悪いと微生物がダメになっちゃう。ダメになっちゃう。あ、死んじゃう。まあ死んじゃうでしょうね。あ、なるほどね、うん、だから窒息しちゃうから、うん、この高い畝にしてさ、うんうん、ね、それで空気がどんどん入って微生物を元気にさせて、うんうん、やらないと。
いけないわけで。なるほど、うん、今はどういう状況なんですか。雨降りましたけど、今の状況にしてもまだ土には余分な水、水分が多いね。多い多い。それをあの土を盛ることによって、うん、それでその降った余分なあの水水分が外に逃げるようにする、うん、本当に言って一番下までこう入ってくるんだけど、違うって。あそこの畑は入って行きやすい畑なんですか。あれ粘土質だもんでね。うん、周り田んぼじゃないですか。田んぼです。田んぼって案外入っていかないじゃないですか。ね、田んぼがあってね、うん、一番マイナスになってるのは、うん、田植えするでしょ、はい、水使うじゃんね、はい、田んぼに、はい、相当溜まってくると下から今度水がどん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 上上がってきて、あ、水が何下から湧いてきちゃうってことですか。そう、なんとか現象っていうのはね、毛管現象とのところでしょ。あ、なるほどね、毛管現象ですか。そうすると、はい、上がってくるから、うん、本当は乾燥してないと水分が少ない方がいいんだけど、それが異常に水分が多くなっちゃう。うーん、そうするとどうなんだろう、うん、よく聞いた話だとバクテリア、うん、それがどんどん喜んでる。腐った土がバクテリア好きだから。田んぼにとっては水はどうなんですか。田んぼあれは水田っていうじゃないですか。水田っていう水が欲しいんだよね。水がずっとあった方がいいってことですか。だね、水使うもんね、うん、畑は水はあんまりない方がいいんですか。少しはいいけど、うん、多すぎても困る。あ、贅沢ですね、畑の植物たちは、ね、要するにね、はい、贅沢ってよりも、うん、そうだね、なしでいいのか、違うんですね違います。動物だから異性と違うんですね。だいたい炭素循環っていうのは稲にも言えるしさ。お、うん、稲の穂っていう、こうあれがなんていう、木が出てくる、木ってなんて言ったら分かんないけど、稲刈るじゃんね、うん、その中に真ん中は空洞になってるんだよね。あ、ストロー状ですね。ストロー状になってる、はい、そこから空気吸うじゃんね。あ、なるほどね、うん、自分でそれできるようになってるんだよね、きっと、うん、だから水が入っててもさ、うんうん、微生物は生きてるわけ。なるほど。覗いてみると分かるよ。うん、空洞になってるから。根野菜は腐りやすいのかもしれないですね。そう、だからあんまりさつまいもにしても、うん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 、人参にしても、大根にしても、うん、土に水が溜まりっぱなしだと、うん、水はけって言うんだけど、うん、それが悪いと、どうしても、腐ってくる。もう一つはね、うん、湿ったところ湿りっぱなしになってると、うん、土の中の害虫、うん、いろんなあれがいるでしょ、うん、それのね餌になっちゃう、うん、まあ、だからか傷ついたりとかさ、あ、穴掘ってみたりとかね、お、非常に、うん、作ってるものに対して、うん、非常にマイナスと良くないなっていうの。だから下に虫がついちゃうと味も悪いしね、はあはあはあ、なるべく腐らないように、うん、土の中で腐らないようにやっていくには、うん、これ水がはけやすいように土を盛るってことがいいみたいだね。なるほどね、うん、横から空気が入るようになってればいいんですよね。空気が入ればいいんだよ。山なんかそうじゃんね、うん、今こうこんもりして山あるでしょ、うん、それでその平らじゃないか、平尾根なんていうの、こんもりしてるじゃん。じゃあね、うん、例えば塩ビの缶をこう刺しといて、うん、排気口を作っておけばいいんじゃないですか。土の排気口、うん、排気口、そしたら風入るじゃないですか、中まで。いい考えでしょ。いい考えだけどどうでしょうか、ね、うちやったことない。やってみてくださいよ、新発見があるかもしれない。新発見ね。だって、うん、外は畝だから、うん、なんていうんですか、こう水はけがいいっていうか空気が入りそうだけど、はい、中まで入らないじゃないですか、それだと。
入っちゃうんだよね。いや違う中まで入れるためにその排気口、塩ビ管をこう刺しておけばあるじゃないですか。それを手伝ってくれてるのがね、うん、微生物なんだよね。まあそうなんでしょうけども、うんうん、よくね山に崖崩れがあるところに刺さってるんですよ、うん、あれは水を抜くためでしょ。水を抜くためだから刺してないと、うん、そこっていうのはどうしようぜしちゃうじゃん、うんね、だから水はけが悪いから水を抜くんでしょ。抜くわけで、うん、畑も水を抜くんじゃなくて、あの空気を今度入れるみたいな。空気をね、うん、あれそうじゃん、あの仕掛けなんかのところにはさ、なんかパイプみたいなの突っ込んであるように水を抜けるように、うん、そう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 ね、うん、あれやんないとあの水が溜まって押さえてきてあれ崩れちゃう、うん、崩れちゃうでしょ、うん、仕掛けは。もっとその空気入れたいんだったら周りにこう扇風機みたいな、扇風機換気口みたいなのつけてさ誰かやってみないかって、うん、やってくださいよ楽しいよね、そういうことやってるとね、うん、あこれはいいわなしたらね、うん、やってみて何か結果が出たら楽しくないですか、うん、楽しい、ね、塩ビ管ぐらいだったら簡単にできそうじゃないですか。でもあれだよ、うん、あの本当は水って上から下へ流れるわけじゃん、うん、平らなところで単純になってる人っていうのは、うん、あの両端にね、うん、あれ塩ビを刺して、うん、空気を取り入れられるようにはしてる人はいる。あ、してるやってる人います。その結果を聞いたことないですか。結果は聞かないね。聞いてくださいよ。だってみんな秘密だもん。秘密にするほどの本じゃないじゃないですか。企業秘密っていうのもあるからね。そうかな。いやあるでしょ。ちょっと YouTube で検索してみようかな。面白いかもしれない。やってる人いますよ。なんかやってる人いそうだよね。だって、うん、ね、下にどん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 空気を取り入れるようなそんなもの欲しいもんね。うん、そうですね、うん。でもあの人どうかな。別にこう悪かったってことは言ってないから、うん、どうなんでしょうね。まあみんな考えることはね、人間だからね、似てるから。うん、絶対誰かね、だってるね、やってる人がいますよ、うん、面白いね。だって炭素循環農法だってあれでしょ、中村さん一人が思いついたわけじゃないでしょ。違う、これブラジルから来てるからね、うん、ほらパクリじゃないですかブラジルからやってた人が、うんうん、日本にインターネットで届けてさ、うん、ほとんどの人がパクってやってるんですよ世の中っていうのはね、健康をドカーンっていうのもパクリ、パクどっから来たんでしょうね、ドカンっていうのはね。ドカンはドカンっていうと、ね、瀬戸物の今度はドカンってあるからね。ドカンは排水口ですよね。排水口を使いますよね、うん、まあ、でドカンっていう、ドカンっていう言葉の意味っていうのはいろいろあるわけですよ。まあ、あります、ね、土のカンって書いてドカンっていうのもあるし、ドカーン、ドカーンっていうのもあるし、あるね、そこドカンかいみたいな感じのドカンもありますけどね。川根の方ではお前ドカン、お前なかなかドカンなっつって、お前そこドカンかいみたいな感じ。そう、うん、小さい頃ね、はい、川根でね、はい、そんなドカン、お前ドカンなっつって話したことあったね、うん、聞いたことある。どかのおじさんが どういう時ですか。どかないどけっていうのはお前どかんかいやっつって、どかん、うん、どかんかいっつってね。そうそう、そんなになったね、うん、まあ、そのぐらいでしょうけどね。だよね、うん、それがどういうわけか健康どかんになっちゃったけど、健康どかんって言ってるのはここだけだと思います。ここね、最近僕は iPhone どかんとかね、みんなどかんつけてみようかな。どかんつけてる、面白いね、うん、ワクワクどかんどかんどかん、ワクワクどかん、うまいものどかんと食いたいね。うん、まあ一回ねここでドカンって言っちゃうと、うん、もうほかせばねパクリになりますからね。あ、そうなんだ。ここ発祥ですから。じゃあ誰も言ってませんから、ね、うん、ね、最近だけどなんかドカンって使ってる言葉使ってる。誰が誰がなんか見たよ。パクってますねそれ。パクリだね、パクリだよ。取るかもう言ってくださいね。パクリだね。健康ドカンはワクワク菜園クラブだけですと。特に焼いてるのは許可なしでったら使えませんよ、ね、使いたい場合はここに来てね、使う許可を取ってください。許可を ね一緒にこう健康土管に出たら使っていいですからね、うん、その時には何々土管っていう時は健康土管もついでに言ってくれないとダメですよね。そうですね、そう炭素循環の土管、これもいいね、うん、やっぱ健康土管が一番いいのかもしれないですねそう、土管と、うん、ドカンドカーンと体が。最近あれですか、健康状態はどうですか、調子は。
変わらないっていうか、まあ年から計算したらそんなもんかなと思って。なんか生態に通ってるっていう噂があるんですけど。そう言ってます。どこが悪いんですか。ね、頭は悪いんだけどね、うん、あのガングリコンチンができたよね。あ、僕もできてますよ、ガングリコン。うわ、でかいね。でかいね、だんだんでかくなってきます。ガングリコンができて、うん、その静岡の直してくれた、うん、引っ込んだ引っ込んだね、引っ込んじゃったんだって。あれは何者なんですか、ガングリコンっていうのは。ここにありますけど。あれ、あの、なんだろうね、どうするとできるんですか、うん、このガングリコンだろうは。違う、うち、あの、ノキやってるじゃん、はい、ノキ機械、はい、それでね、持ってね、はい、つまつくっていうか、前にとどめたわけ。おう、そしたら、膝ついちゃったの、はい、膝ついちゃった。痛いね、あれね。痛いでしょうね、これはね。痛くてね、はい、どこなの、痛いって言いながら、ちょっと見たら、はい、そのうちに、この膝のとこに、コブができた。コブができた、うん、あ、小太りじいさんで。そう、小太りじいさん、はい。そう、それでね、うん、安倍川の、あの整体院に行って、見せたら、うんうん、ああ、ガングリコンだな、あの注射でさ、うん、取ったり切ったりとの痛いよなっつって、痛くない方法ないかなーなんつって、じゃあちょっと手いじってくれたの。いじったら治ったんですか。そのうちにへこんできた、うん、へこむんですかこれ。へこんだ、あの、なんか海みたいななんかあるんだって、それを散らすってやり方です。へー、整体で治すんですか、ガングリコン。整体行ったらそれにへこんでいったんだよね。これどこまで大きくなるもんなんですか。小太りじいさんだね。そんな分かんないですね。だから全部が全部そうではないから、ね、ガングリコンってね、うん、ガングリコン何語なんですかあれ。整体コン、英語なのか、なんだろう、日本語なのか、あれパソコンで調べられないのかね、うん、ガングリコンって出すとさ、調べてみますけどね、出てるよ。あの、出てると思いますけど、何語なのかなって今ふとこう疑問に思ったわけですよ。なんか、ね、面白いね、うんうん、これこう抑えらへっこむって言うんですけども、ごよごよしてるでしょ。いや、してないですよ、引っ込みはしない。だから最近ずっと触ってるもんで、カサカサしだしたもんで、あのね、ここにできたの、クリーム塗ってます、ここ。これ大事に、これにできたわけ、はいはい、ここだった、はいはい、ポツーンとやったから、うん、それでずっとね、うん、毎日整体行ってるからさ、うん、そのうちにへこんできた、うん、なんかね、これ軟骨みたいな感じになって、うん、そんな感じだね、うん、なんか液化なんかこう漏れてくんじゃないの。なんなんだろうね、わかんない。なんでこんなとこにできるんですか。お金が悪いんでしょ。この間はいつもいいのか悪いの。でも先週僕すごい体調悪くなりました。ああ、よくないね。とうとうコロナに感染したかなと思ったんだけど、熱は出ないし、咳は出ないし、鼻水はいつも出てますけど、うんうん、なんか全然ね、うん、熱出ないんですよ。だけど症状が出ない人もいる。ムカムカして気持ち悪いんですよ、うん、よく考えたら、そういえば昨日食いすぎたなと思って。食べ過ぎちゃダメですね。ね食べ過ぎちゃダメなみたいですね、どうも ね、うん、でも前の日に何を食べたかっていうと、今日ご飯少なめにしようって思って、ご飯はたくさん食べずに野菜ばっかり食べたくさん食べたんですよ、うん、でついでにね、日本酒飲んじゃったんですね。でも普段飲んでるでしょ。その次、いや、あんま飲んでないですよ、ね、飲んでない。で次の日ね、うん、なんかしたけどムカ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 するなって、うん、あんまりお酒飲んだことないもんで、ね、最近それでおかしくなったかなと思って。びっくりしたんじゃないの、うん、あ、なんだろうなって。やっぱりね、コロナだからあんまり動かないじゃないですか、うん、僕動かないのがまずいんじゃないかなと思って。適当な運動必要だね。で、うん、あの、最近ちょっとね、足も痛くなっちゃったもんで、これも動かないから痛いんだなと思って。痛い時にはもう痛いの理由にこう散歩しないとかね、うんうん、自転車こがないとか、うん、そういうのダメだなって思い始めて、うん、思い立ったのが今朝。今朝からね、うちの中に、部屋にね、治った、あのルームバイクってなるんですよ、うんうんうん、朝ね、漕いだんですよ。そうした調子軽く漕いだんだけど、今まであんな適当に漕いできついことなかったんですけど、今日きつかったですね。あ、久しぶりにやると、あのね、完全運動不足だ。最近さ、うん、血圧上がってるじゃん、はい、2日3日連続200以上。
まずいじゃないですか。気にしないことにしてる。気にしない。運動すればね、うん、別にそれは落ちるよって言ってる。やっぱり血管が詰まってるんじゃないですか。だからあの空気がの取り入れが少なかったりとかさ、筋肉が衰えたりとかさ、なんかいろいろ影響するみたいだけどね。やばいじゃないですか、血液ボロ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 の時に血管の圧力が高まったらそっちに行くんじゃないですか、ね、本当だね。健康とかのところじゃないよね、まあ血液ドッカーンって感じ、血管ドッカーン。だから、ね、本の本見てるとさ、血圧はね、適当に運動しなさいしって言うの。運動不足はルームバイク部屋にあるといいですよ。やる？自転車っていうかあのテレビ見ながらね、ちょっと5分ぐらい漕いでみようかなって思って、軽く漕ぐじゃないですか。で案外ね、漕いじゃうんですよ、テレビ見ながら。だけど後から結構漕いだなってなるんですよ、軽く漕いでも。あのペンギンの体勢なんだ。ペンギンの格好してね、それでジャンプしたりとかさ。ペンギンじゃん。ペンギンじゃん。それでうちの母さん見てて笑ってるから、だから真剣にやんないだねよね。いいんです。見られてるとね。笑ってるもん。あのルームバイクね、部屋にリビングにあるんだけど、あんまりやらないとね、倉庫にしまわれちゃうんで。適度にやっとかないと、ほこりかぶっちゃうとちょっとね、もうどん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  ね、はい、手が届かないところに行ってしまうので、たまに やっぱりやらないと ね、あ、でもぶら下がり健康器は毎日ぶら下がってます。で、懸垂毎日やってるんですよ。ところで、人参ジュース飲んでるんでしょ。人参ジュースの、だから人参がないんですよ、もうない。もう中村さんが僕に売ってくんないもんで。人参売ってくださいよ。人参買いますから。これこんなちっちゃい人参、僕1本だとあれですよ、あの大して取れないですよ。おちょこに1杯取れないですね、この人参ジュース。これ食べた方がいいですね、これだけでね。今日のお土産これだけですか。そう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 。あらまあらまあこれね、だってあの準備する時間ないだもん、畑に行っちゃって。すいませんねだから買いますって。違う違う、そうじゃなくて、ジュース用の人参もくださいよ。ジュース用のね、買いますからね。ほんとね、人参が切れちゃって、多分先週調子悪かったんだと思うんです。あ、そうなんだ、多分ね。いじめてるわけじゃないけどね。おかしいな、食いすぎかな、やっぱりあのね、畑にあの人参植わってるんだけど、細いの、食べるのがやっぱね、育ってないってことですか。やっぱ、何が寒いもんね、温度だね。温度今日は暖かいじゃないですか。だからこういうのが続くと、寒くなったり暖かくなったりすると到達するんだよ。味も変わってきちゃう。まあ寒暖差が激しいとね、そう、やっぱり人間の体調も悪くなるようで、もちろんこの人参にとってもあまり良くないんでしょう ね、きっとね。あの寒い時の野菜だからね、これ。ああ、寒い方がいいんだね、多分。相当あの甘みがぐっと増すんだけど、あ、寒いと甘みが増す。パクってやってみたら。パクってやる。パクってやる。やるの。うん、いいっすよ、大事に。いや、どうがいいよ、食べますよ、あとこれだから、これ洗ってあるんですか、これ。洗ってあります。洗って食べますね。大丈夫だよ、死ぬことないから。大丈夫でしょ。甘くないですよ。苦い苦いでまだ試食してないからね。苦い。あ、甘いでしょ。これ表面が苦いね、かもしれない。なんかね、土の成分がついてるんじゃないですか。これはあの別の方の上のだからね、これ。あ、でも甘いね。甘みあるはずだ。スーパーに売ってる人参は人参臭くて嫌だけど、
あの一番あれは人参 100% って言ってる。この間買ったさつまいもめっちゃくちゃ甘かったですよ。でしょう、うん、なんかベトベトしてた、うん、砂糖が、砂糖っていうか糖分がなんか溢れてたよね。あれね、うん、去年だよね、去年のさつまだよね、うん、すげえうまかったスイートポテト、もうないですかあれ。うん、すべてもいいんだけどさ、寒いとき寒くなってきちゃってるから、ちょっとあの貯蔵してないの。ちょっとね、お菓子の味に出て出始めたからね。なんかいっぱいね、買ったつもりで家帰ってみると僕食べたの、うん、多分2個ぐらいしか食べてないんですようちの子供と奥さんがみんな食っちゃったのうち、食べるんだよね、ちょっと割れたのとかね、うん、うんうん、掘ってる時に切れたやつなんかは、うん、うちで食べるんだけど、うん、毎日さつま出てくるのその中にね、うん、やっぱ寒いからかなと思うんだけど、うん、味が変わってるのもあるもんだから、それがちょっと怖いなと思って。最近スーパーでもさつまいも売ってますよね。売ってます。焼き芋、焼き芋 ね、 ね、うん、あれここら辺で石焼き芋ってやったら売れるんじゃないですかね、売れると思いますよ。そうだって美味しいもん、あの芋いつだったかな、あ、めちゃめちゃ美味しいもん。電話来たの、電話来たの、うん、中村さん、さつまいもある、ちょうど近く来たから欲しいんだけどって、うん、と思ってね、うん、あったんだけど、うん、でも味が変わってるからなと思って、うん、でもやっぱ今年の11月ぐらいで、うん、取り入れた方がいいから、さつまいもっていうのは、うん、冬取れるのだから、うん、だからね、うん、あの6月に大体植え付けするじゃんね、そうすると9月、うん、10月には掘るんだけども、それからの方がいいよって言ったの。今ストックはないってことですか。ストックは傷だらけ本当に参っちゃうよ、水分多すぎて、うん、いいもの取れなかった、正直言ったら。いいですよ、自分がね、納得するようなもの取れないから、自分が納得しないと売る気にならないから、納得しないと売りたくない、自分のうちの、うん、あのお惣菜になっちゃったりするんですね。なっちゃう、自家消費になっちゃう。あ、なるほどね。うん、蒸しじゃんね、うん、痛み出すとね、この辺で口元で、うん、あのすごく嫌な匂いするの。へえ、それは、うん、もう痛み出してるよっていうサインだね、うん、だこんなの売っちゃダメだよって社員が出るわけ。じゃあ人参も腐る前に売ってくださいよ。人参はどういうわけだ、これ腐らないんだよ。あ、これはね、うん、それで、うん、あの乾燥して、うん、シワシワになる、うん、そうです。でも肥料とか使うと腐ります、うん、なるほどね。腐る原因は窒素が、うん、入ってる、肥料使ってるっていうのが一番の元なんだけど、うん、なるほどね、うん、だからなんとなく分かってきました、はっきり分かります、うん、これは、うん、腐りにくいです。腐りにくい、腐らないって言うと嘘になるけど、腐りにくいのがにくいね、うん、気持ちいいです。人参なんですよね、はい、誰が作ってんのこれ分かりませんほんと憎たらしいのがやってるからね、うん、だからね、うんうん、責任も何にも持たない憎たらしいやつが作ってるんだよ、うん、ね、こんな感じですね。そう、ヘラ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 してるけどね、うん、本当のこと言ってるのっていうのはあるでしょ、うん、ヘラヘラしてるとさ、みんな信用しないんだよね。でもね、最近本当はマルシェに出してってことを言われる。あ、でも持ってた人がね、うん、1時間で完売しちゃったよって言うんだよね。あ、楽しいよね、見てるとね。そうか、もう中村さんの人参はお墨付きだからすぐ売れちゃうんだよねなんかまとめて持ってくみたい、うん、それで日がついて今年になってブームが起きそうだね、うん、ブームが、うん、あの人参、この人参っていうのが起きそう。あ、いいことじゃないですかね。え、ね、いいことだね。いいことだ、楽しいね、嬉しいなと思って、うん、そうです。要するに病気がちの人なんかにを助けてあげるにはこの方式しかないかなと思って。そうでしょう ね、 ね、うん、何のことないんだよね。肥料を使うのやめなさいってことだって。そうですよ、そう、肥料とかね、
消毒してね、添加物入ってる食品食べちゃうとダメです、うん、ダメだね、うん、ダメですね。あの肥料使わないとできないと思ってる人が多いんだけど、うん、はい、でもや一度やってごらんっていうのはある。わかりました。だって山いっぱいあるじゃん。そろそろもう時間なんで。これですか。健康とか。じゃあ行きますか。はい。じゃあご唱和ください皆さん。行きます。はい、行きます。健康ドカーン。どうもありがとうございました。ありがとうございました。適当。ああ。